重要な話があるんだが聞いてくれ。何よ。お前は宇宙人か未来人か超能力を使うようなやつがいてほしいんだよな。そうだけど、それがどうしたのよ。実は宇宙人も未来人も超能力者も思いもよらぬ身近にいるんだよ。へえ、どこの誰。まさかとは思うけど、ユキやミクルちゃんや小泉くんのことじゃないでしょうね。それじゃちっとも思いもよらぬじゃないもの。実はそう言おうと思ってたんだけどな。はあ、あんたバカじゃないの。そんな都合のいい話があるわけないじゃないの。まあ普通に考えたらそうだよな。それで誰がどんなだって。聞いて喜べ。あの長戸由紀は宇宙人だ。統合なんとか四面体だったかな。そんな感じの存在の出先だ。そう、ヒューマノイドインターフェースだった。それだよ。でミクルちゃんは。朝比奈さんはだな、割と簡単だ。あの人は未来人だ。未来から来てるんだから未来人で合ってるだろ。何年後から来たの。それは知らん、教えてくれなかったんでな。はは、分かったわ。分かってくれたか。ということは小泉くんは超能力者なのね。そういうつもりなんでしょう。そう、まさしくそういうつもりだった。ふざけんな。このアホ女はどうして変な部分で常識的なんだ。すんなり信じておけば今より物事が簡単になっているだろうに。 ありがとうございました。もっともある日が全ての現象を自覚してしまえばこの世界全体がどうなるか知れたものではないのだが。やれやれ。